そしてラジオネーム、さいたま市のグラサマさん。お、来た。前の日の晩にビニール袋の中に切ったきゅうりやかぶと塩麹を入れておけば、はい、翌日のごちそうの出来上がり。おう、わ、塩麹なんてもう大好き。もう塩麹はいろいろ使い勝手がいいですよ ね、世間では一品料理かもしれませんが、貧乏な自分にとってはこれが立派なごちそうですと。いやいやいや、もう立派なごちそうですよ。ごちそうですよ。推進、はい、アッシさん、後で必ずあやちゃんからサインをもらってあげてくださいね。にやりと来てるんですけど、これは一体。あー、来たか、グラサンマスコさん。あ、じゃあこれ出そう。あーちゃんにこれね、ちょっと渡したいっていうか出したいものがあって、これちょっと持ってきたんですよ今日。あの、あーちゃんこれね、サイン券とこのプロマイド写真。この前生誕祭ライブやったじゃないですか。はい、アッシさんらしき人がいましたけど、はい、あの、あの時にグラサンをかけた怪しいおじさんからいただいたんですよ。私のプロマイドじゃないですか。はい、あーちゃんのためにちょっとサインもらってきてくださいっつってサイン券セットでいただいたんですよ。面白い。サイン書いてもらえますか、これ、いいですか。この場でいいのかな。もちろんですよ。なんか本当、もったその日にもらおうと思ったんですよ、ライブの後に。うん、うん、並んでほしかった。そう、スーパー並んでて、あの、全然待って、待ちど暮らせど、列が終わらず、一回ね、うん、あの、外にあるラーメン屋行ったんです、僕は。え、神田のラーメン。ラーメン食って、はいはいはい、また戻っても、まだ列がすごすぎて、諦めて帰ったんですけど。失礼いたしました。いやいやいや。あ、じゃあこれちょっと終わったらね、はい、サイン盛りだくさんで書けますので、足スペシャルで。あ、やった、ありがとうございます。いや、本当嬉しい。ね、あの、生誕祭の日に、はい、アッシさん、あと、ゆたかさんも来てくれて。ゆたかさん、クールに見てましたよ。そう、藤井アナも来てくれたりとか、はい、あとは局の、はい、あの、目崎さんとか、黒沢さんっていう方とかも皆さん、はい、あと局長もいました、ね、そう、局長がね、DVD 撮ってくれたの。はい、だからもう、MV 盛りだくさん。そう、なんか、すごいオフ会かなと思って。でも、あーちゃん、かっこよかったな、アイドルあーちゃん。ありがとうございます。すごい良かったっす。嬉しい。アッシさんに褒めてもらえるの一番嬉しい。あのね、なんか、アイドルは、ファンの皆さんに、あの、うん、夢と元気を与えるのっていうのは、すげえね、心に染みた。かっこいいこと言うわって。そのでも、アッシさん、同業者として、はい、アッシさんに褒めてもらえるのはめちゃくちゃ嬉しいことです。あーちゃん、真面目だなと思ったのが、なんか、うん、隅の方で縦膝立てて、いつもメモを取ってたっていう。昔のエピソードがね、出てきて、すごいなって思いました。はい、いや、覚えが悪いので、はい、やらないとできなくてですよ。お恥ずかしい。すごい話がずれちゃった。話すいません。すいません。チェーンスモーカー行きましょう。